こんにちは、橋本彩子です。読者さんに伝わって行動を促すコピーを書く上でターゲット心理を理解することがすごく大事なんですけれども、そのターゲット心理を十分に理解するための方法をお伝えします。売れるコピーを書く上で必要不可欠なのがターゲット心理の理解なんですけれども、特に商品やサービスを特定のターゲットになる方々にぜひ買いたいと思っていただくには、ターゲットになる人が普段どんな生活をしていて、どんなことを考えていて、何に悩んでいるのか、どういったことを改善していきたいと思っているのかっていったターゲットの心の中をよく知っておく必要があります。ターゲット心理の理解が深掘りできてないと、コピーがすごく表面的になってしまうんですよね。なんかコピーっぽいものは書けてるけど全然伝わってこないとか、ターゲットの心を動かすまでには全然至らない表面的なコピーになってしまうんですけど、なんでそうなってるか、その原因をお伝えします。ライターさんがお客さんと打ち合わせをしてセールスレターを書く場合、そのお客さんとの打ち合わせ段階で本音の打ち合わせができてないんですよね。ターゲットどんな人ですか、30代の独身女性で結婚したいと思ってる人、そのぐらいで打ち合わせが終わっちゃってるんですけれども、でもその30代の結婚したい独身女性がどんなことに悩んで、どんな風になりたくって商品やサービスを申し込むのかっていうことまで、もっともっと掘り下げて考えた方がいいと思うんですよね。なぜを5回繰り返すぐらい、例えばなぜ結婚したいと思ってるのか、出産に焦ってる、なぜ出産に焦ってるのか、親からの孫の顔が見たいのプレッシャーが強いとか、そういったターゲット層もあると思うんですよね。30代独身女性でもいろんな方がいると思うんですけれども、若い頃はそこそこ綺麗でモテて、いろんな男性と付き合ってみた結果理想が高くなっちゃってる方とか、まあ、仕事に忙しくって恋愛する暇がなかっただったりとか、結婚したくても結婚相談所とかに通うのはちょっとプライドがあって無理みたいな、ターゲットがぶっちゃけ何に悩んでるのっていうところをしっかり議論して、本音の本音が出てくるまでお客さんと打ち合わせをした方がいい。もちろん自分でコピーを書くときもターゲットの本音の本音の本音ぐらい、なぜを5回繰り返して掘り下げて出していく必要があるんですけど、それができるようになるには何が必要かっていうと、普段から自分の本音とつながるってことが大事かなと思うんですよね。私たち普段生活しててモヤモヤすることってなんかあると思うんですよ。お姑さんにこんなこと言われてモヤモヤするとか、ママ友とのランチがちょっとストレスっていう方いらっしゃると思うんですよね。お姑さんに言われてモヤモヤするとか、ママ友とのランチがちょっとストレスって、なんでそうなのかってことを言語化した方がいいと思うんですよね。ママ友とのランチがストレスなのであれば、なんでストレスなのか、話を合わせるのがしんどいとか、ボス的なママに嫌われたら仲間外れにされそうとか、子供がいじめられそうで心配とかあると思うんですよね。じゃあなんでそのボスママに嫌われたら嫌なのかっていうことも、もうなんでなんでなんでっていう考えるんですよ。で、考えたことを全部ノートに書いた方がいいと思うんですけど、そのノートに書き出した自分の日常のモヤモヤした本音の本音の本音がお金を生み出すコピーになるんですよね。ターゲットになる人も何かしらの問題を解決して自分の人生をより良くしたくってお金を払う人がほとんどだと思うので、じゃあどんな時に自分が悩んでお金を払ってまで解決したいと思うのか、その悩んでからお金を払うまでの心のモヤモヤした動きを全部言語化してアウトプットする、それを普段の習慣として取り入れることで、ターゲットの本音に深く刺さるコピーが書けるようになります。頭の中のモヤモヤを言葉に書き出す時間を私は自分会議と呼んでるんですけれども、毎日30分でも1時間でもいいので、一人になってリラックスできる空間で自分会議の時間を持って文章をノートでも何でもいいので書くようにすると、ターゲットのモヤモヤとした頭の中の悩みを言語化するボキャブラリーが増えていって、コピーライティングにすごく役立ちますので、ぜひ自分会議を習慣づけてください。こういったノウハウは仕事に直結するプロライター養成塾でお伝えしておりますので、詳細は YouTube の詳細欄に記載のホームページのリンクからご覧になってみてください。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。